さあ、レースやりましょう。年間観光客数が60万人到達しました。おかげさまで以前と比べ物にならないほど観光客が増え、避暑地が活気で溢れ返っております。皆さん本当にありがとうございました。見えましたね社長。これも一重に社長の卓抜した采配のおかげを感じとして、他の目標も達成させましょうね。ということで、時間放置させたら無事観光客60万人を達成することができました。残りの条件はレポートで見ると、娯楽経済規模100億円以上、これになります。残り31億円分を集めれば OK になります。子会社とかもぼちぼち立ててはいるんですが、なかなか思うようにはいかないんだよね。もう高い娯楽施設をひたすら建てまくるしかないんでしょうか。お金も180億円あるんで、投資しまくっちゃえばそれだけでいいと思うんですが、どうしようかね。今回はもうシナリオをクリアする回にしたいので、行動に移さないといけない。やってみよっか。子会社で新しく建設で、高いのはどれなんだろうね。建物価格的に遊園地64億円もする。ここだかどうなの。あんまり立地が良くない。立地がいいところってもうすでに建物建ちまくってるからな。悪くはない。建物潰すならいいところがいいよね。なかなかって言われるところがいい。この辺も本当埋まっちゃってるからな。悪くはない。80億円だって。もうちょっといいコメントくれないのか。この辺はここでも悪くはないだもん。何が良くて何が悪いのかって感じだよね。悪くはない。あ、ここそこそこだ。109億円、高いな。ここにしてみる。いろんなタイプがあるみたい。変わらなくない。どのタイプでも一緒でしょ。残り75億円まで減っちゃいました。遊園地ね、高いからこれで大きく変わるかもしれない。遊園地の完成はどれぐらいかかるんでしょうか。完成、あら、これ来年の6月になっちゃうじゃん。だいぶ半年もかかんの。マジか、マジか。来年になっちゃうのか。でも100億円は年間のあれではないから、ね、累積になればいいわけだから、まあ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 問題はないんだけど、まあ、しばらく放置させるしかないですね。今回は放置会になります。さあ、今回は100億円達成できるんでしょうか。では行きましょう。
そろそろできるんじゃないかな遊園地。6月になりました。かなり時を進めてしまいましたが、現在はレポートで見ると82億円となってます。結構税金がかかっちゃったからね、お金今少ないんですが、あとちょっとですかね、完成まで待ちましょう。2つぐらい立ててるんだよね。お、1個は今日できるのかな。じゃあ遊園地が立ったのかな、これで。お、町の観光名所を追加しました。あ、遊園地が追加された。へえ、遊園地立てるとこうなるんだ。新しい観光ルートの別、ありがとうございます。積極的に広報してまいります。お願いします。よし、これで経済規模いったんじゃないでしょうか。見てみましょう。お、達成しました。106億円です。さすが遊園地、すごいな。お金貯めてよかった。おめでとうございます。年間娯楽経済規模ついに目標額100億円達成しました。1週間に遊び尽くせない娯楽の竹野さんは、そういった口コミが利用者から広がっていまして、新たな観光客呼び込み PR になってるんですよ。テレビや雑誌にも取り上げられてかなり注目が作ってるみたいですね。これ皆さんのご尽力のおかげです。本当にありがとうございました。いや、全然素晴らしいご采配でした。この調子で他の目標達成させましょう。おめでとうございます。全てのPR条件達成できました。社長おめでとうございます。全ての目標達成され、プロジェクト大成功です。おめでとうございます。見事な財運にボリボリしましたわ。さすがです。この軽井沢社長ずっとついてきてたんですよ。本社のご尽力によってこの地域は海外旅行にも大きな魅力ある観光都市へと生まれ変わりました。社長、軽井沢さん、ご指揮さん、ご指揮さん、本当にありがとうございました。瀬戸内さん、こちらこそありがとうございました。今回のプロジェクトとして当社も大きく成長できました。やりがいのある仕事ありがとうございます。また何かありました、当社にご相談くださいね。その際はぜひとも。さあ皆さん、この後は打ち上げですよ。今日のために竹野さんの夢のリスナー予約しておきましたからね。さすが映画ちゃんできるプランは、猫さん、キャッ、浜口さん、いきなり来てきたら驚いてしまいますよ。いい猫さん、うちまで日向一緒に来ませんよ。歩きながら猫の話しましょうね。君はこれ俺の霊こそに別々しやがって。ほら、拾ってないで、別に来いよ、順次。さあ、改めまして、このプロジェクトの成功おめでとうございます。こちら本当に、本当にお疲れ様でした。とのことなんで、本日は短めですがエンディングを見て終わりになります。次回からは新しいシナリオになります。果たしてどんなシナリオなんでしょうか。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、そしてツイッターのアクセスもぜひよろしくお願いします。